ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おい霊夢、ご飯ができたぞ、早く来い。って、何してんだ？あ、魔理沙、ごめんごめん。読書に夢中で気づかなかったわ。霊夢が読書なんて珍しいな。何を読んでるんだ？うわ、アガサ・クリスティの名作、そして誰もいなくなったじゃないか？あら、魔理沙も知ってるのね。てっきり生き物以外は詳しくない設定かと思ってたのに。設定って言うな、そして誰もいなくなったわ。世界で推定1億部売れた傑作ミステリーだぞ。本の内容より、それを霊夢が読んでることの方がよっぽどミステリーなんだが。ふふふ、実は最近都市伝説とか、未解決事件の解説にハマっているのだ。特に失踪事件の考察動画は。何度も見ちゃうのだ。あ、お前またずんだ餅の妖精の動画見てるのか。もう生き物の解説してやらないぞ。まったまった、ごめんなさい。もう一生枝豆食べないから許して。まったく、なるほど。都市伝説や未解決事件には、失踪事件も多いからな。そうなのよ。何かヒントにならないかと思って、ミステリー小説にも手を出してみたわけ。よし、じゃあ今回は生物が関係しているかもしれない失踪事件について解説してやろう。生物が関係？まあ人間が犯人ってことはありそうだけど、生き物チャンネルで人間なんて紹介すると思うか？今回紹介する失踪事件には、なんとドラゴンが関係しているぜ。ふむ、正直ドラゴンの話は少し触笑気味だけど、失踪事件と関係してるってなると気になるわ。よし、それじゃあご飯食べたら、解説してやるぞ。ふう、なんとかごまかせたわ。早く部屋に戻って、四国メタングッズを隠さないと。なんか言ったか霊夢？何も言ってないわよ。魔理沙さん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。それで、魔理沙はどんな失踪事件を紹介してくれるの？1955年、水産庁の船が行方不明になった事件だ。この事件は日本の全国紙でも伝えられ、そこには、この海域では、5年間に9隻の船が失踪している事実があり、漁師から魔の海と恐れられていること、横浜海上保安部が特殊危険海域に指定していることが記載されている。さらにこのニュースはイギリスの通信社ロイターを通じて、ニューヨークタイムズでも報じられ、この海はデビルズシーと呼ばれ、デビルやデーモン、モンスターに、船が引きずり込まれる、恐怖の海域として世界にも伝わることになったんだ。なるほど、ここで生物と繋がったわね。そしてこの海域をさらに有名なものにしたのが、アメリカの超常現象研究家、チャールズ・バーリッツだ。1989年にバーリッツは、この海域を主題とした著書、魔界のミステリーを出版。本の中で、海の悪魔やドラゴンが、漁船を沈めていると数世紀前から信じられていることを説明している。そうなの？でも、歴史の授業ではそんなこと習わなかったけど、一体どこにあるのかしら？東京の野島崎、ヤップ島の西、そして太平洋上北緯約35度、東経約145度の3点を結ぶと、海上に三角形が描かれる。この三角形に結ばれた海域を、ドラゴントライアングルと呼び、核戦争で滅んだ超古代文明が、この海域に関わっているとしているんだ。おお、いきなりのぶっ飛んだ設定、でも都市伝説っぽくなってきたわよ。ちなみに、ドラゴントライアングルの位置を示す、著書の中の表現には、東京の北の西日本という表現があったりと、正確な位置については、なかなか怪しい部分もあるぞ。原文に問題があるのか、訳し方がおかしいのか。バーリッツは、ドラゴントライアングルでの主要な失踪事件として39件をリストアップ。ひゃー、ものすごい数。それにしても、なんとかトライアングルって、どこかで聞いたことあるのよ。それはおそらく、バミューダトライアングルだな。ああ、そうだったわ。漫画や映画にもよく出てくるから覚えてるのよね。確か、バミューダトライアングルも人がいなくなる場所よね。ああ、そうだ。バミューダトライアングルは、大西洋のフロリダ半島の先端と、大西洋にあるプエルトリコ、そしてバミューダ諸島を結んだ三角形の海域にあるエリアのことだ。古くより船や飛行機、もしくは、その乗務員の身が跡形もなく消える事故が多発していてな。科学的に解明できないことで、オカルト、超常現象ネタとして扱われることが多かったんだ。そして霊夢の言う通り、この伝説に基づいて、多くのフィクション作品などが制作されている。ドラゴントライアングルの名前の由来も、バミューダトライアングルにありそうね。バミューダトライアングルの広さは、130万キロ平方メートルにもなり、消息を絶つ直前に、コンパスや計器の異常などの兆候があったようだ。100年以上前から100を超える船や飛行機、1000人以上の人が消息不明となっているとされている。ドラゴントライアングルと比べても、被害の規模が大きいわね。そうだな。バミューダトライアングルは魔の三角地帯とも呼ばれていて、
特に1945年12月5日に、アメリカ海軍のアベンジャー雷撃機5機と乗組員14名が、訓練飛行中に消息を絶った、フライト19事件はよく知られているぞ。そして、事件の起こった12月5日は、バミューダトライアングルの日とされているんだ。ちょっと複雑な記念日だわ。被害者の遺族にとっては、そうだろうな。最近でも2005年6月に3人を乗せた軽飛行機が消息を絶ち、残骸は発見されなかった。2015年10月には、アメリカの貨物船が消息不明となり、後日船は見つかったものの、乗組員は不明のままだ。あらら、近年でも被害が出ているじゃない。そうなんだよ。ちなみにバミューダトライアングルガマの三角海域として知れ渡ったのは、チャールズ・ベルリッツの1974年の著書、謎のバミューダ海域からだ。あ、ドラゴントライアングル書いた人と同じなんだ。そうなんだ、当初は世界20カ国語に翻訳され、総発行部数500万部以上の世界的ベストセラーとなり、この怪奇現象が、人々の間に広く知られることとなった。しかしアリゾナ州立大学図書館の司書である、ローレンス・ディーク氏は、チャールズ・ベルリッツの次の著書、魔の三角海域で書かれている失踪事件の36件中少なくとも23件は、事実の誤認、歪曲、誇張、創作によるものであるとした。あらら、強く否定されちゃったわね。要するに、バミューダトライアングルの伝説は、人為的に作られたもので、それはまずずさんな調査に始まり、ついで誤った概念や間違った推理、あるいは人々の興味や関心を煽ろうとする作家、超常現象の支持者たちによって、故意に、あるいは無意識に作られたものに過ぎないと主張したんだ。否定どころか、こき下ろされちゃってるわ。でもそれも仕方がないことなんだよ。バミューダトライアングルについて書かれた記事を引用する際に、勝手に内容を改変し、単なる遭難事故怪事件に仕立て上げてしまったり、関連書籍などで事例として取り上げられた事故の記録が、存在しなかったり、作り話だったりしたらしいからな。また、晴天時に乗組員の身が消えてしまうなどの特異な事例のほとんどは、事実を誇張、または歪曲したものであることがわかっているんだ。いやぁ、そりゃベルリッツさんがダメだわ。だろ？しかも、バミューダトライアングルの伝説が広く知られるようになるにつれ、バミューダトライアングルから数百キロ、あるいは千キロ以上離れた、大西洋上の異なる海域で起きた事故や遭難も、この地域で起きたように語られ出した。それにより、実際に起きた事故を遥かに上回る数の事故や遭難が、バミューダトライアングルと、関連付けられてしまい、その結果、ますます伝説の信憑性が増すという、悪循環を引き起こしたんだ。噂っていうのは、火がついたらもう止められないものね。でも報告されてるより少ないとはいえ、実際事故が起こってるってことは、何か原因があるんじゃない？異世界と繋がっているブラックホール説や、UFO を使って連れ去っていった宇宙人説があるぞ。もしもしマリサさん。わかったわかった、もう少し現実的な説で解説することにしよう。一つ目は磁力異常説、磁力の異常により、重力が歪められたとする説だ。これは、実際にバミューダトライアングルに入ると、コンパスや計器の異常が起こってるから、説明はつくぞ。なるほど。二つ目は天候急変説、周辺海上では海上竜巻やハリケーンが、年間500個以上観測されているんだ。そして霧も多く、操縦ミスを誘発させる危険性が高い。そうか、人為的ミスにもつながるのね。そうなんだ。周辺に目印となる島や構造物もないから、遭難しても救助されにくい点も要因の一つだな。特にこの海域は強力なメキシコ湾流が発生していてな、短時間で事故の痕跡が流れてしまう可能性が高いんだ。なるほど、それで失踪したように思えるわけね。その通り、さらには、天候説から派生してマイクロバースト説もあるぞ。これは霊気の塊が海面に落下し、爆発したように強風を引き起こすというものだ。いやぁ、恐ろしい自然現象だわ。マイクロバーストは、従来のレーダーに捉えられず、短期間で収まるため、消滅事件の原因として注目された。ただ、マイクロバーストによる航空機事故は起こっているものの、着陸準備中など、低空でしか発生しないと言われているため、航空を飛行しているこの地域で、事故の原因になる可能性は低いんだ。まあどちらにせよ、自然現象である可能性が高そうね。では最後に、メタンハイドレート説を紹介しよう。メタン？おい、どうした霊夢？挙動がおかしいぞ。いやいや、なんでもないわ。続けてマリサ。メタンハイドレートとは、天然ガスの一種であるメタンが水分子と結合し、氷のような固体になったものだ。別名燃える氷とも呼ばれ、海底や永久凍土に存在している。天然ガスの代替として期待されていて、日本の近海の海底にも眠っていると言われているぞ。日本のエネルギー問題まで解決するなんて、さすがメタンちゃん。おいレイム、さっきから何ブツブツ言ってんだ？
夫ごめんなさい、それでメタンハイドレートが、なぜ事故や失踪につながっていくの？バミューダ海域には、世界でも最大級の暖流が流れ込んでいて、その水温の変化が、メタンガスを放出しやすいメタンハイドレートに影響を与えたという説だ。ふむふむ。船舶の沈没については、海底に存在するメタンハイドレートが気化して、メタンの泡が大量かつ瞬時に発生し、水より密度の低い泡の塊に、船が巻き込まれると浮力を失い沈没、あるいは海中でメタンの爆発が起きて船に穴が開き、そこから海水が入り、船舶が沈んだという説がある。まあ船はわかるんだけど、飛行機にはメタンガスの影響なんてないんじゃない？航空機の墜落についてもエンジンがメタンを吸い込み、酸欠によって不完全燃焼を起こし、出力低下から揚力を失い墜落。またレーダーやコンパスの異常も、メタンガスの爆発によって、電磁波が生じるためだと主張されているぞ。あまり科学には詳しくないけど、そういうこともあるのかしら。航空機や船舶の残骸が発見されない理由も、海底のメタンガスの放出により舞い上がった土砂が、放出が止んだ後で残骸の上に降り積もり、覆い隠してしまうため、と予想されている。これはちょっと。しかし実際には、航空機や船舶の残骸が発見されているほか、メタンハイドレートが発生したことと、遭難の因果関係を証明できる事案は、一件も確認されていない。そっかよかった、メタンは原因じゃないのね。ま、おそらくだがな。まあなんとなくわかったわ。ねえ、そろそろドラゴントライアングルの謎の正体も知りたいわ。おっと、本題はそっちだったな。ドラゴントライアングルも、名付け親がバーリッツさんだから、バミューダトライアングルと、似たようなものなんでしょうね。バーリッツに触れる前に言っておくことがあるんだが、最初にドラゴントライアングルで、水産庁の失踪事故が起こっていると報じた某全国紙は、荒天での浸水が原因という過去の事例がありながら、原因は一切不明とし、事故の前年に公開された映画、ゴジラとかけて、エンタメ地味た記事を書いたぞ。ゴジラの仕業ってことにしたの？オカルト雑誌みたいなこと書いちゃダメよ。そう思うだろ？しかも、これを参考にして書いたロイターも、少しふざけて書いた感じがあったしな。またニューヨークタイムズも船の名前が違っていたり、危険区域の設定を日本政府はしていないと報道したり、いい加減なことをしていたんだ。ひょっとしてバーリッツはこの一連の記事を参考に、ドラゴントライアングルを考えたとか？主張の根拠は、この時の報道を信じていたことにあるだろうな。じゃあバーリッツは、適当なことを信じて本を書いちゃったってことよね？じゃあバーリッツは被害者じゃない？だが、ドラゴントライアングルで起きた失踪事件の多くは、原因が判明しているからな。調べればすぐに分かったことだぞ。え？その原因って何なの？この海域は、台風や温帯低気圧による暴風が発生しやすいんだ。そして、それに伴う巨大波によって遭難する船舶は、特段珍しいことではないとされている。また、北太平洋航路は北米とアジアを結ぶ国際航路なこともあって、往来する船舶も多く、分母の多さに比例すれば、取り立てて事故率が高いわけでもないんだぞ。航空機も同様にな。そうなのね。なら、バーリッツはもうちょっと慎重になってほしかったわね。だな。さらに著書では、バーリッツ自身が設定した海域から外れている沖縄沖のみならず、3000km 以上離れている海難事故までもが、ドラゴントライアングルでの事件とされているんだ。3000km って、世界中の海が、ドラゴントライアングルの中に入ってしまいそうだわね。他にも、本当に起こったかどうか確認できない事件も著書に書かれているんだぜ。現在は船舶の設計基準が強化され、安全性が高められたからな。大規模な海難事故は、起こりづらくなっているぞ。まあ、そんなもんよね。ってことは、ドラゴントライアングルの話はここで終わりかしら。いやいや、まだ終わりじゃない。次は UFO の登場だ。心配の種しかないんだけど。2006年9月、アメリカのケーブルテレビ局、ザ・ヒストリーチャンネルの未確認飛行物体情報番組 UFO ファイルズにて、ドラゴントライアングルの特集番組、太平洋のバミューダトライアングルが放送された。番組は、バーリッツの魔界のミステリーを元にして作られたものだが、海域は日本中心部から、グアム、マリアナ諸島間まで拡大。表示された図形ではパラオ近辺まで範囲に入れられていたぞ。そんなに広げたら、海難事故なんていくらでも増えるわよ。また、この本に書かれた UFO 事件の中で、ドラゴントライアングル内で発生したとされるのは、第二次世界大戦中の、フーファイターの目撃例しかなかったんだ。フーファイターって何なの？人の名前？第二次世界大戦中のパイロットたちが、ヨーロッパや太平洋の上空で目撃した、未確認飛行物体や、空中の機械な光球を指した用語だ。でもこれしかないんじゃ、番組成立しないでしょ？
番組では、江戸時代の UFO 伝説と噂のうつろ船伝説、1965年に瀬戸内海上空で航空機から目撃されたラムダロケットと見られる発光体、1986年、海洋丸の UFO 遭遇事件などを加え、ドラゴントライアングルに結びつけて紹介したぜ。かなり、無理やり作った日本の UFO 特集番組ね。番組に出演したジャーナリストの山本博士は、目撃証言への疑問を述べ、一部の失踪事件について、自衛隊に問い合わせたところ、事故原因は判明していると回答をもらったと話している。しかし、アメリカ側の制作者はその回答を受け入れず、陰謀論を唱えていたというんだ。陰謀って、山本は収録日までに新聞を調べ、そのコピーとともにバーリッツの誤りをディレクターに伝えたらしいが、結局、船の名前は誤って番組に登場、さらに1981年に金沢沖で、UFO に遭遇したとされる事件も、ドラゴントライアングル付近での事件として、CG での再現映像とともに紹介されてしまったんだ。金沢なんて日本海側じゃん、もうめちゃくちゃじゃない。番組には八尾純一や韮沢純一郎といった日本の UFO 研究家が登場していたにもかかわらず、解説はアメリカの UFO 解説者が行い、山本が渡したものと見られる日本の新聞のコピーは、海域で起きたとされる事件を語る際の背景映像として、記述内容とは無関係に使われることに。なんかもう結論ありきの番組だったわけね。協力してあげた日本人関係者が不憫だわ。そんなわけで、ドラゴントライアングルの話は、これ以降あまり語られることはなくなったってわけだ。さっき説明したように現在では、船舶自体の安全性が強化され、加えて GPS などで位置情報や天気予報の精度もぐんと上がったからな。そのおかげか、海難事故も減っているんだ。なるほどね、ってことはもう謎の失踪事件なんて起こらないわよね。さてそれはどうかな？え？今現在も解明できていない、世界の失踪事件はまだまだあるんだぜ。それでは、世界の不思議な失踪事件を紹介していこう。完全に生き物から離れたわね。まあその辺は、うまく帳尻合わせてやるぜ。まずは、マレーシア航空370便墜落事故からだ。マレーシアのクアラルンプールから、中華人民共和国の北京市に向かっていた、マレーシア航空370便が、2014年3月8日に消息を絶ち、その後インド洋に墜落したと推定された事故である。推定ってことは、わかっていないことが多いの？そうだな、この機体は、事故後1年以上経っても、行方がわからなくなっていたんだ。しかし、2015年7月29日にフランス領レユニオンで、同機の一部とみられる航空機の残骸が発見され、8月5日に370便のものであることが判明した。おお、これは原因究明の第一歩ね。だが、2015年1月29日、マレーシア政府は機体が発見されるより前に、370便は消息を絶った後に、墜落して搭乗者は全員死亡したと正式発表していたんだ。え、何も見つかってないのに、発表しちゃったの？そして2017年1月17日、海底捜索活動が終了した。ところで、そのレユニオンってどこにあるの？南インド洋のモーリシャスや、マダガスカル島の近くだな。発見場所から考えると、中国に向かっていたとは思えないわね。370便は離陸の約50分後、ベトナム南部の海岸近くの海上を、航行中に管制当局との交信を終了。次の予定飛行空域を担う管制当局に連絡が入らず、消息を絶ったんだ。また、370便から救難信号は出されていなかったらしい。トラブルとかではなかったのかしら。現在、ブラックボックスの発見には至っておらず、火災が発生していた可能性や、パイロット自身、及び第三者によるハイジャック説などが提唱されているが、理由は未だ不明で、乗客と乗員の遺体も発見されていないんだ。遺族としてはなんとか原因を解明して、できれば遺品や遺体も見つかってほしいわね。この370便の事故については、マレーシア政府の公式見解の発表の遅れ、南シナ海での目撃情報、また状況説明が二転三転する一方で、操縦士の過去の問題がリークされるなど、情報が錯綜、陰謀論をはじめ、様々な憶測が飛び交っているぞ。いやー、もはや発見は絶望的かもしれないわね。いや、それが実はフジツボの仲間、エボシガイが鍵を握っていると言われているんだ。うわ、フジツボはちょっと。フジツボは恐怖画像に耐性がある人でも、きついっていう人は多いからな。南フロリダ大学をはじめとする国際チームは、フジツボ類には海水温のデータが刻まれており、ここから、370便の残骸の漂流ルートを特定できるというのだ。事実彼らは、部分的な漂流ルートの再現に成功した。へぇ、すごい。どうやったの？フランス領レユニオン島に漂着した翼の残骸を見たとき、南フロリダ大学の教授はひらめいたという。
彼らは海洋システムの研究者で、ここ20年ほどはカキ、巻貝、フジツボ類といった、生き物の殻の科学的性質から、海水の温度を特定する方法を研究してきたからな。研究チームには、集合体恐怖の人はいないのかしら？いたら研究できないだろ。その研究内容はこのようなものだ。フジツボ類の殻は日々成長するが、その過程で木の年輪のような層ができる。この層一つ一つの科学的な性質は、その層が作られた時の海水の温度によって決まるんだ。だからフジツボ類の殻からそれが作られた時の水温を割り出せば、レユニオン島に漂着した翼の一部が、どこから流れてきたのかたどれるんだ。はい？フジツボにはそんな特性があったのね。ただし、現時点ではまだ機体の発見には至っていない。フジツボ類の中で最も肝心なのは、墜落地点付近で付着したはずの一番大きく古い個体なんだが、残念ながら、まだその個体は調べられていないぞ。成果が出ているのだから、早く調べてほしいものだけど、陰謀論もあるから、真実がわかってしまうと困ることもあるのかもしれないな。なお370便は、インド洋のアーチ状の海域のどこかに墜落したと推測されている。この海域の水温は、そのラインに沿って大きく違うため、今回の方法で飛行機がどこにあるか、正確に突き止められると期待できるそうだ。また、仮にこのライン沿いに370便の残骸がないのだとしても、フジツボ類のヒントから、今後、捜索するべき海域を絞り込むことができるだろう、と予測されている。なるほどね、てっきり墜落にユーマが関係してる、とかいうとんでも理論かと思ったけど、フジツボが捜索のヒントになる、というのは意外だったわ。でもあんまり見てるとトラウマになりそうだから、もうこの辺で勘弁してほしいんだけど。仕方ないな、では次の失踪事件に行くとするか。次はディアトロフ峠事件だ。1959年2月の夜、ソビエト連邦のウラル山脈北部で、雪山登山をしていた男女9人が、不可解な死を遂げた。不可解な死？当時の調査では、一行はマイナス30度の極寒の中、テントを内側から引き裂いて、裸足で外に飛び出したそうだ。どうしてそんなことを？それだけではない。遺体には争った形跡はなかったが、2体に頭蓋骨骨折が見られ、別の2体は肋骨を損傷、1体は眼球及び舌を損失。さらに何人かの犠牲者の衣服から、高い線量の放射性物質が検出された。全く意味がわからないんだけど。事件は人里から隔絶した山奥で発生し、生還者も存在しないため、未だに全容が解明されず、たくさんの不明点が残されているんだ。当時のソ連の捜査当局は、抗いがたい自然の力によって9人が死に至ったとし、事件後3年間にわたって、スキー客や探検家などが事件の発生した地域へ立ち入ることを禁じたぞ。何かまずいものでもあったのかと思っちゃうわね。そこで噂されているのが、イエティの存在だ。イエティって、巨大な雪男のユーマだっけ？そうだ、この事件にはキャンプ中にイエティの襲撃を受けた、という話が絶えない。なるほど、イエティって凶暴なのね。いや、実は匿名の男性の証言によると、事件があった当日、ミサイル実験があったようだ。ミサイルは、学生たちのキャンプ地近くに着弾。それでパニックになったイエティが、キャンパーたちを襲った、と言われている。さすがのイエティも、ミサイル降ってきたらパニックになっちゃうわよ。さらにパニックになったのは、イエティではなく、人間の方だったかもしれないという説もあるぜ。どういうこと？事件があったあたりの地形はドーム上かつ左右対称でな。ヘアピン渦現象が起こるには理想的な環境なんだ。ヘアピン渦って何？障害物によってできる気流のことで、気流が障害物に当たることで、その後ろには、左右交互に渦が発生することだ。繰り返し起こったヘアピン渦による轟音や振動と、超低周波音にさらされて、一行がパニックに陥り、凍死や転落死に至ったのではないか？とも推測されている。自然が人体に与える影響はすごいわね。だが、正直ロシア当局が回答した雪崩が原因と考えるのが、妥当だろうな。体の損傷については、野生動物に食べられたという説が有力だ。ちなみに放射性物質は、キャンプ用ランタンに含まれるトリウムだというのが濃厚だ。まあ、ユーマの正体が自然の脅威だった、なんてことはよくある話だわ。それじゃ今回はそろそろ、なんだこれは？あ、しまった。超巨大四国メタンぬいぐるみを隠すの忘れてた。霊夢、これはどういうことだ？マリサ、落ち着いて。マリサの解説は旬が過ぎたとか、メタンの方が解説の声が聞きやすいとか、私は全然思ってないわよ。ほう、霊夢、お前そんなこと思ってたんだな。違うわ、某巨大掲示板で見ただけで。まあいい、そういえば餌の時間がまだだったぜ。マリサさん、いつからドラゴンなんて飼ってたの？お前が知ることはないぞ、もうその生首もなくなっちゃうからな。
ま、待ちなさいマリサ、私がいなくなったら、マリサの解説の聞き手役がいなくなっちゃうわよ。心配するな、今からビッグフットに頼んでずんだ餅の妖精連れてこさせるから。わぁ、夢のコラボ、ぜひ見てみたい、というか、どんだけユーマ買ってんのよ。じゃあそろそろお別れだ、霊夢。じゃあ？ああ、夢か、よかった。おお、起きたか霊夢、さっきずんだ餅買ってきたから、一緒に食べようぜ。うわぁ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。どうしたんだ？夢にドラゴンでも出てきたか？そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。